オリバー・バティスタ・マイヤーは、ドイツ・ライン・ラント・プファルツ州、カイザースラウテルン出身のサッカー選手。FC ・バイエルン・ミュンヘン2所属。ポジションはミッドフィールダー。ユース時代を、地元の一、FC ・カイザースラウテルンで過ごしていた、バティスタ・マイヤーだったが、FC ・バイエルン・ミュンヘンが、将来性を買い2016年夏にバティスタ・マイヤーを、獲得。U-19 チームに配属され、 2018年6月にプロ契約を締結。2018から19シーズンに参加の FC バイエルンミュンヘン2に昇格。2019から20シーズンにチーム2で18試合4ゴールを記録していたところでトップチームに昇格。2020年6月3日のフォルトゥナデュッセルドルフ戦でトップチームデビューを果たした。2020年9月10日、SC ヘイレンフェンへの1年間のローン遺跡が発表。19日のホルトゥナシッターと戦で遺跡後初ゴールを決めた。2016年からユース世代のドイツ代表に招集され、2018年には U-17 代表で UEFAU-17 欧州選手権に出場。2019年には U-20 ブラジル代表にも招集されている。ありがとうございます。